こんにちは、マセヤンです。さあ、約2ヶ月にわたってシリーズでお送りしております語源で学ぶ英単語、早いもので今回で最終回ということになります。さあ、最終回の今回もいつものように語源に着目しながら様々な英単語を眺めてみることとしましょう。さあ、今回は AD add がつく単語を見ていきます。 add A to B、 A を B に加える。 add sugar to the coffee、 砂糖をコーヒーに加える。 add here、adhere to O を何々にくっつく。そしてこのくっつく命詞から何々を固く守る。adhere to the rules、 規則を固く守る。この adhere to の類語としては stick to、 cling to、まあ、こちらもセットを押さえていくと良いかと思います。 adhere to O、 stick to O、 cling to O。 さあ、続いて adapt A to B、 A を B に適応させる。 adapt to O、 O に適応する。 adapt to new circumstances、 新しい環境に適応する。さあ、ここまで add、add here、adapt という3つの add で始まる英単語を見ていきましたけれども、これらの3つには共通する点があります。 add も add here も adapt も前置詞 to を取っていることに気づかされます。実はこの add というのはもともとはラテン語に由来するわけですけれども、この add は英語でいうところの to に相当するラテン語です。つまりそうしたことから add がつく単語というのは前置詞 to と相性がいいというわけです。まあ、特に動詞を覚える際というのは動詞の意味だけ覚えていても英会話や英作文で使うことはできません。動詞を覚える際は特にその動詞がどのような前置詞と使われるのか、まあ、そうしたこともセットで押さえていく必要があります。記憶の取っかかりとして、こうした AD で始まる単語というのは前置詞 to と相性が良いというのは、覚えておいて損はないかと思います。さあ、他にも AD で始まる単語というのはこのようなものがあります。 addicted、 形容詞で中毒である。この addicted は AD がありますけれども、やはり前置詞 to を伴います。 I'm addicted to you、あなたに中毒である。つまり、あなたに中毒である。それくらいにあなたに夢中だといった意味になります。I'm addicted to you。 あなたに夢中だ。さあ、ここで注意しておかないといけないのが、add が常に前置詞 to を取るとは限らないということです。例えば、ado。 この ado はというのは他動詞として使われ、特に前置詞 to というのは用いません。adore God。 神を崇拝する。続いて、advocate。この advocate の vok というのは、これは voice、 声といった意味ですから、まさに advocate というのはこう声に出して主張すると、そうした意味になります。 advocate を主張するといった意味になります。こちらも他動詞として使われ、前置詞 to は伴いません。 advocate 他動詞で何々を主張するといった意味になります。さあ、他にも add で始まる単語としてこのようなものもあります。 advent、 名詞で到来。 the advent of a new era、 新時代の到来。ちなみにこのアドベントのベントですけれども、このベントというのはフランス語のヴニーフ、来ると同じ語源です。つまりヴニーフは来る、アドベントは到来と同じ来るといった漢字が使われています。アドベントは到来、アドベントは到来となります。関連してスーベニア、スーベニア、これは名詞でお土産、思い出の品ということになります。ちなみにこのスーベニアですけれども、友人へのお土産だけではなく自分のための思い出の品といった意味でも使われるので、これは注意が必要です。このスーベニアのヴェニアの部分というのもフランス語のヴニーフ、来ると同じ語源です。つまりスーベニア、思い出の品を見たら当時の思い出というのが再びヴニーフ、やってくるというわけです。スーベニアはお土産、思い出の品となります。 A souvenir of my trip to Kyoto、 京都旅行の思い出の品。さあ、この AD、add ですけれども、この add の D が次に来る音と同化して D の部分が S や L や P といった、まあ、そうしたものに変わる場合もあります。例えばassign、 このassignですけれども、assign人物、assign物 to 人といった形で使われます。人に物を割り当てるといった意味です。 assign a task to an employee、 仕事を従業員に割り当てる。そして assignment、 名詞で割り当てられた仕事、そして課題といった意味にもなります。つまりこの assign と allocate に関しては、先ほど AD で始まる単語は前置詞 to と相性がいいという話がありましたけれども、この assign、 allocate、 これに関しても前置詞 to と相性がいい、前置詞 to とともに使われるということになります。さあ、続いて apply A to B、 A を B に当てはめる、 A を B に適用する。 apply the rule to everyone、 そして apply to O、 O に当てはまるといった、この形で使われます。このように apply というのは AD に由来しますから、やはり前置詞 to と相性がいいということになります。そして3番に関しては to も取りますけれども、 for も取るので注意が必要です。 apply to A for B、 A 人や組織に、 B 仕事許可などを申し込むといった意味です。 apply to a company for employment、 会社に採用を申し込む。続いて be accustomed to O、 O に慣れている、イコール be used to O。 さあ、ここで問題ですけれども、括弧の get と getting、 どちらが正しいでしょうか。少し考えてみてください。
さあ、この be accustomed to のこの to というのは、to 不定詞の to ではなく前置詞の to です。まあ、つまり、I go to school のように、この go to school の to というのは前置詞、前置詞の後ろには school という名詞が来てますけれども、このように前置詞の後ろには名詞が来ます。そのため、今回であれば、前置詞 to の後ろですから、動詞 get を動名詞 getting にする必要があります。答えは getting となります。I'm accustomed to getting up early。さあ、そして関連して custom。先ほどの be accustomed to all というのは O に慣れているというところですけれども、同じ慣れているという漢字が使われています。custom は慣習といった意味があります。そして S をつけて、customs 税関関税といった意味もあります。custom 慣習税関関税。続いて attribute A to B。A は B のおかげであると考える。もしくは A の原因が B であると考える。こちらも AD に由来するというところで、前置詞は to all ともなっています。He attributed his success to hard work。彼は自分の成功は勤勉のおかげであると考えた。Attribute his death to cancer。彼の死の原因が癌であると考える。まあ、このように attribute というのは AD に由来するということで前置詞 to を伴って attribute A to B の形で使われます。さあ、今回は AD、add がつく英単語について見ていきました。でこの add というのは英語でいうところの to に相当するラテン語に由来しています。さらに途中で、来るといった意味を表す、venir というフランス語も紹介しました。まあ、このように英単語には、ラテン語やフランス語に由来する単語というのがたくさんあります。こちらのグラフをご覧ください。さあ、英語というのはゲルマン語族に属するわけですけれども、このグラフを見ると、ゲルマン語系の単語というのは、英語語彙全体の中で、たった 16% ということに驚かされます。こうした英語本来のゲルマン語系の単語よりむしろ、ラテン語系、フランス語系の単語の占める割合の方が大きくなっています。英語語彙に占めるラテン語、フランス語のパーセンテージを足すと、約6割にも達します。ではなぜこれほど前に多くのフランス語、ラテン語が英語に入り込んだのでしょうか。さあ、その原因というのは大きく2つあります。1つ目が1066年ノルマン征服です。イングランド王だったエドワードの死後、フランスのノルマンディ地方の領主ウィリアムがイングランドを征服します。ウィリアムや共に来た貴族や聖職者というのはフランス語を母語としており英語を話しませんでした。イングランドはその後約250年ほどの間フランス語を公用語とする国になります。つまりこのノルマン征服によって大量のフランス語が英語に入ることになります。そしてもう一つがルネサンスです。ルネサンスというのは古代ギリシャ・ローマの文化を復興しようとする運動ですけれども、これによって大量のラテン語が英語に入ることになります。さあ、結果として英語語彙というのはこのような三層構造を成しています。Rise, Help, Ask, Holy, Fear。一番下の土台となる英語本来語は日常的で温かい響きを持ちます。そして、Mount, Aid, Question, Sacred, Teller、中間の層を成しているフランス語というのは英語本来語と比べると洗練されて教養を感じる響きを持つ単語が多くあります。そして Ascend, Assistance, Interrogate, Consecrate, Trepidation、 一番上の上層を成しているラテン語、ギリシャ語というのは音節数が多くフランス語よりもより厳格な響きを持ちます。まあ、このようにイングランドが経験したノルマン征服やルネサンスといった出来事が語彙の上にも反映され、このような英語語彙というのは三層の構造を成しているというわけです。このようなラテン語、フランス語に由来する英単語に関して語源で学ぶ英単語第2回目においてグリムの法則といった観点からより深く話をさせてもらっています。興味がある方はぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さて、前回前々回の動画では英語に大きな影響を与えたバイキングについて話をさせてもらいました。さあ、このバイキングですけれども、8世紀から11世紀にかけて海上からヨーロッパ各地に侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。彼らは時に海賊、略奪行為を行うことで恐れられていました。まあ、バイキングはこのような船に乗ってヨーロッパ各地に侵入していたということが分かっています。さあ、このバイキングですけれども、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現在の北欧諸国の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。バイキングが定住したイングランドの北部東部、まあ、これはデンロー地域と呼ばれますけども、こうしたデンロー地域を中心に、古英語と彼らの話すコーノルド語の言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになります。さあ、このようにして、they, sky, window, anger, take といった、このような単語がコーノルド語から英語に入ってきました。まあ、こうしたバイキングの話していたコーノルド語由来の英単語というのは、古英語から受け継がれる英語本来語と実質同じように日常的で温かい響きを持ち、三層構造のピラミッドの土台を構成しています。さて、三層構造の一例としてこのようなものがあります。例えば、rise, mount, ascend、まあ、これらの3つの単語というのはどれも上がるといった意味を表しますが、やはり日常的に会話で使われるのは英語本来語に由来した rise、こちらが使われます。一方で、ラテン語に由来した ascend、こちらは書き言葉などのフォーマルな場面で使われるということになります。同様に恐怖といった意味においては日常的には英語本来語に由来した fear が使われます。
そしてラテン語に由来する trepidation。 この単語はやはり英語本来語の fear やフランス語の terror に比べより硬い響きを持ち、使われるのはフォーマルな場面に限られます。さあ、実は日本語の語彙というのも英語と似たような三層構造を成しています。古くから日本語にある大和言葉というのは日常的で温かい響きを持ちます。そして中国語に由来する漢語というのは洗練され教養を感じる響きを持ちます。そしてさらに西洋の言葉に由来するいわゆるカタカナ言葉というのも日本語にはあります。まあ、このように大和言葉と漢語の関係性というのは英語本来語とフランス語の関係性と似ています。まあ、しかし厳格な響きを持つラテン語由来の単語とは異なり、カタカナ言葉というのは時に軽い響きを持つ場合があります。例えばこちらの例をご覧ください。大和言葉でお金といえば温かい響きを持ちますけれども、漢語を使って金銭といえば少しフォーマルな響きを持ちます。ただ一方でカタカナ言葉でマネーというと、どこかちょっと軽い響きがあるような感じもします。同様に車、乗用車、カーのように、まあ、乗用車といえば車というよりもよりフォーマルな響きを持ちますけれども、カーというと、どこかやはり軽い響きがあるような感じもします。このように日本語の語彙におけるカタカナ言葉というのは、英語の語彙におけるラテン語とは異なり、特にこうした軽い響きを持つことがあります。さあ、一方でカタカナ言葉というのが厳格でお高い響きを持つ場合もあります。例えば最近で言うとコロナに関係してこのようなカタカナ言葉が聞かれます。クラスター、メガクラスター、ロックダウン、オーバーシュート、パンデミック。まあ、このようなカタカナ言葉というのは英語の語における厳格な響きを持つラテン語のニュアンスと似ているということができるかもしれません。さて、英語上級者になるためにはレジスターを意識して単語を使い分ける必要があります。このレジスターというのは少し聞き慣れない言葉ですけれども、場面によって使い分けられる言葉のことで、例えばフォーマルさによって生じる違いなどがそれに該当します。具体的に例を挙げて見ていくこととします。例えば日常会話でアイスクリームを買いたいという場合、この場合買うに相当する英単語としてはやはりバイやゲットが適切ということになります。ここでもしフランス語に由来したパーチェスというと、やはり日常会話という場面においては少し違和感のある表現となってしまいます。一方で法律文書で買うという場合、このようなフォーマルな場面においては日常会話で好まれるバイやゲットよりむしろフランス語に由来したパーチェスといった単語の方が適切ということになります。つまり古英語時代から受け継がれる英語本来語は会話などで好まれ、書き言葉などのフォーマルな場面においてはフランス語、ラテン語、借用語というのが好まれる傾向があります。ではもう一つ例を見てみましょう。例えば大学のレポートにおいてはどのような単語の選択が適切でしょうか。まあ、このようなレポートといったフォーマルな場面においてはやはりフランス、ラテン語由来の単語が好まれる傾向にあります。英語本来語に由来したグッドやメイクを使うよりむしろフランス、ラテン借用語である advantage、produce、まあ、このような単語を使った方がこうしたレポートといった場面においてはより適切な単語の選択ということになります。さあ、ところで語源を調べる方法ですけれども、例えばネットでも無料でオンラインエティモロジーディクショナリーなどといったものもあります。ただ必ずしも語源に敏感になりすぎる必要もないように思います。我々が中学で習ったような基本の単語というのは本来語が多くて会話でも頻繁に用いられます。一方で高校に入ってリーディングなどで習う単語というのはフランス、ラテン語、借用語でフォーマルなニュアンスを持つ単語が多いです。また傾向として本来語は短めでフランス、ラテン、借用語は長いといった傾向もあります。さあ、まとめです。レジスターでの使い分けは多くの場合英語本来語かフランス、ラテン、借用語かという英語の歴史に由来し、フランス語、ラテン語由来の単語の方がフォーマルな場面で好まれることが多い。英語に三層構造があるのと同じように実は日本語にも三層構造があり、我々は大和言葉と漢語とカタカナ言葉を使い分けている。英語を用いる際にはレジスターを意識し場面に応じて単語を使い分けることで一段上の英語にすることができる。さあ、約2ヶ月にわたってお送りしました語源で学ぶ英単語、今回をもって一区切りとなります。この動画を通して英単語というのはイングランドが歩んできた歴史と密接に関わっているということを感じてもらえたかと思います。バイキングの侵略によってバイキングナース皇后ノルド語が英語に入り、そしてノルマン征服によってフランス語が英語に入り、ルネサンスによって大量のラテン語が英語になだれ込んできた。まあ、このようにして、現在の英語の豊富な語彙というのが構成されているというわけです。7回にもわたりこれまで動画を見てくださいまして本当にありがとうございました。